草ハ萩は、フグ木川萩か薄葉萩族に属する海水魚の一種。種商名のスクリプテスは、ラテン語で、書かれたを意味する。別名、センスルー。世界中の熱帯海域に分布。流れ物などの浮遊物に付く習性がある。摂氏18度以下の海域では死滅するとされており、日本では従来沖縄県近海などに生息していたが、近年は、 海水温度上昇により分布域を広げ、山口県沖の瀬戸内海、兵庫県淡路島近海、三重県賭場湾、石川県沖の日本海などで確認されている。2012年10月には、本木海釣り施設で初めて釣り上げられた。食用のウマラハギと似ているが、内臓に致死性の猛毒を含むため、食べないよう注意喚起されている。一方、内臓以外には、 毒が含まれないため、沖縄などでは流通量は少ないながら、食用とされており、刺身、天ぷらなどにされて食べられている。全長50から100センチメートル。体は強く側平たした、長大円形。尾ひれは、頭腸よりも長い。腹気交端の突起はない。背びれは2ト棘43から50何状で、棘は目の中央上にある。色は青く波状紋。 尻びれは46から52南条。退色は灰色の地に不規則な青色線が散在する。幼魚の退色は緑色で、海藻の間に倒立することで擬態している。同族の薄葉ハギが群れを形成することに対し、本種は単独でいることが多い。餌は、藻類、四方動物、ホヤなど。肝臓、消化管内容物には、餌のイワスな巾着などに由来する。 海産のクソパリトキシンを含有することがあり、食べると呼吸困難、手足のしびれなどの症状を発症し死に至る場合もある。2018年12月11日、三重県において、草ハギが、川ギと誤認されて販売される事件が発生した。ありがとうございます。